こんにちは。ボートレースライフナビゲーターの幸せの招き猫チョコです。今日から6日間、平和島で G1 レース開設66周年記念東京ベイカップが開催されています。今日は私は仕事で船券を買ってはいませんが、先ほどちらっと結果を見ると満州連発の大荒れの様子です。そこで今回は番外編として、もしも平和島 G1 初日全レース恵比寿買いをしていたらプラス出資になっていたのかを検証します。皆さんご存知だと思いますが、恵比寿買いとはあの恵比寿義和氏が考案した買い目で、1256のボックス、235のボックス、246のボックスを1レースで購入する買い方です。買い目が36点あるため的中しても取り紙になる可能性が多い反面、荒れると満州も的中できる素晴らしい買い目のことです。満州連発していた平和島初日、恵比寿買いは威力を発揮できたのか検証スタートです。菅6号艇の小賀茂樹、さあ1レース目恵比寿買い、スタイルが3対3と分かれました。威力発揮できるのか。オープニング第1レース、見てみましょう。新入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。先頭で第1レース予選競争、まもなくゴールを迎えます。先頭2番永田1着でゴールイン、2着4番宮野原、3着は5番山口ゴールイン、後ろは1番6番3番ゴールインです。はい、1レース目恵比寿買いは不適中となりました。245で 27,540円ついてますが、245の買い目はなかったので恵比寿買い1レース目不適中です。枠番通り3対3とは。2レース目は的中なるでしょうか。恵比寿買い10秒切りました。第2レース予選競争、見てみましょう。進入体系内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。第2レース予選競争、まもなくゴールインです。先頭5番ナスゴールイン、2着1番赤坂、3着3番長井ゴールイン、後ろは2番4番6番ゴールインです。はい、2レース目の結果は513、24,530円ついていますが、恵比寿買いでは不適中に終わってます。3と分かれました。さあ3レース目になります。10秒切りました。そろそろ当たってほしいでしょうね。恵比寿さんも体系はインコースから1番2番3番、3レース目はどうでしょうか。4番5番6番ですスタートしました。体勢は3番5番2番でゴールへ向かいます。先頭3番中野ゴールイン、2着は5番徳増、3着は2番江口ゴールイン、6番新田、1番藤岡、ラストは4番桑原ゴールインです。はい、3レース目352、見事恵比寿買い的中です。9,120円ついてます。この勢いに乗って4レース目行ってみましょう。サイアウト6コースは6号艇の足立幸。足立はここ平和島約5年ぶりの参戦。スタイルは3対3と分かれました。第4レース予選、進入地から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。第4レース予選競争、まもなくゴールを迎えます。先頭2番篠崎1着でゴールイン、2着3番中澤、3着は6番足立ゴールイン、5番杉山、1番今泉、4番寺田ゴールインです。はい、4レース目、236で不適中となりました。これも満州ですが不適中となってます。次行ってみましょう。第3と分かれました。第5レース予選競争、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第5レース予選、まもなくゴールインです。先頭6番石野ゴールイン、1番谷村ゴールイン、4番宮地ゴールイン、2番福来、3番市川、5番宇佐美ゴールインです。はい、5レース目614、34,000円ついてますが、614はないので不適中です。スタイル3対3と分かれました。第6レース予選競争、進入体系内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。第6レース予選競争、まもなくゴールを迎えます。先頭2番ブス島ゴールイン、4番岡崎ゴールイン、5番永田ゴールイン、後ろは3番1番6番ゴールインです。
はい、6レース目、245なので、恵比寿街はまたしても不適中となりました。保険に貢献しました。スタイルは3対3と分かれました。7レース予選競争、進入体系内から1番2番3番4番5番6番スタートしました。上位は 1,2,3 の体系で7レース予選まもなくゴールインです。先頭1番畑ゴールイン、2着2番の桑原、3着3番石綿ゴールイン、6番山口、5番吉村、4番今井ゴールインです。はい、7レース目は 1,2,3 の1番人気決着となりました。当然不適中となります。原田敦史、原田は当地は2017年4月以来約3年半ぶりの参戦です。スタイルは3対3と分かれて、第8レース予選、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。第8レース予選まもなくゴールインです。先頭4番徳増ゴールイン、2着1番の太田、3着6番原田ゴールイン、3番村田、2番大場、ラストは5番の赤坂ゴールインです。はい、8レース目、416なので、これも不適中となりました。第3と分かれました。風は現在スリット付近ではほとんどありません。第9レース予選競争、進入体系は内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。第9レース予選競争、まもなくゴールを迎えます。先頭1番長井1着でゴールイン、2着は4番大峰ゴールイン、3着6番権藤ゴールイン、2番の宮地、ラストは5番の中澤ゴールインです。なことで、はい、9レース目、146、5400円となりました。146、1と4が入ってる時点で恵比寿街は失敗です。コースには6号艇の寺田翔でスタイルが固まりました。第10レース予選競争、進入体系はインコースから4番3番1番2番5番6番です。スタートしました。追い返しまして、第10レース予選まもなくゴールインです。先頭3番石野ゴールイン、2番岡崎、1番柳沢ゴールイン、6番寺田、4番江口、ラストは5番の長田ゴールインです。はい、10レース目、結果は321の3950円となりました。恵比寿街全く当たりません。残り2レースに期待してみましょう。風は現在ほとんどありません。第11レース予選競争、進入体系は内から1番2番4番6番3番アウト5番スタートしました。第11レースはゴールインです。先頭1番篠崎ゴールイン、2着4番武士島、3着2番深谷ゴールイン、5番福来、3番畑、6番市橋ゴールインです。はい、11レース142 14.3 倍の5番人気でしたが、恵比寿街は的中していません。平和島は3回走って2度の優勝があります。サイアウト6コースは6号艇田村隆信で、スタイルは3対3と分かれました。東京ベイドリーム第12レース、進入地から1番2番3番4番5番6番でスタートしました。先頭から4番1番2番でドリーム戦はゴールを迎えます。先頭4番白井ゴールイン、2着は1番浜野屋、3着2番宇流ゴールイン、後ろは6番田村、3番大谷、5番池田ゴールインです。はい、最終12レース目、412 4と1が入っているので、恵比寿街は不適中に終わりました。はい、平和島 G1 初日、恵比寿街の36点外、12レース中当たったのは1レースのみとなりました。総投資が43,200円、回収金が9,120円、収支額は34,080円となりました、まあ、これはあくまでも 1.100 円で買ったという元での計算になります、まあ、おそらく恵比寿さん今日も買ってるでしょうから、この買い方で1点仮に1万円いってたら
340万負け、1000円勝ったとしても34万の負け、恐ろしい結果でございます。まあ、初日 G1 の、初日平和島かなり荒れてました。満州が結局4本出てますので、それでこの結果っていうことはやはりこの恵比寿街ちょっと向いてないんではないのかなと個人的には思いましたが、皆さんどう思われますでしょうか。次回もぜひ見てください。あとチャンネル登録、いいねボタンも押してもらえるとありがたいです。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。